三越、三越、三越、英商三越は、株式会社、三越伊勢丹ホールディングス傘下の株式会社、三越伊勢丹が運営する日本の百貨店。また、株式会社三越は、かつてこれを運営していた会社である。称号の、三越は、三井家の、三井と創業時の、越後屋から取ったもので、1904年に、合名会社、三井五福店から、 株式会社、三越五福店へ改称した際からのものである。1935年に竣工した日本橋本店は、国の重要文化財に指定されている。現在の同店のキャッチフレーズは、飾る日も飾らない日も、三越と This is Japan。江戸時代の1673年、遠方元年に、店前現金売り、棚崎現金売りや、現金掛け値なし、 現金かけねなし、焦烈なにほどにても売ります。切り売りなど、当時では、画期的な商法を次々と打ち出して、なお馳せた、五福店の、越後屋、越後屋として創業。現在では当たり前になっている、小札販売を世界で初めて実現し、当時富裕層だけのものだった五福を、広く一般市民のものにした。1928年には、株式会社、 三越となった三越会消の案内の際にデパートメントストア宣言を行いそのことをもって日本での百貨店の歴史が始まりとすることが多い実際の百貨店化の動きなどの日本の百貨店の始まりについての詳細は日本の百貨店の歴史参照また三井財閥現三井グループのルーツとなった越後屋の五福店事業を引き継いだため 三井財閥、現三井グループの礎を築いた企業であるとされることも多いが、企業としての三越として見るならば、三井の事業から五福店部門のみを、合名会社、三井五福店として分離したの始まりである。2003年、平成15年9月1日に、当時の株式会社、三越とその子会社である、株式会社名古屋三越、株式会社千葉三越、 株式会社鹿児島三越、株式会社福岡三越の百貨店5社が、新設合併、新、株式会社三越が設立された。売上高営業利益率は、グループ連結で1.09%、百貨店事業単独で0.799%と、百貨店業界の中でも不振が続いていたため、2008年9月に百貨店4店舗、 小売店に店舗の閉鎖を発表し、店舗の整理を始めた。また、経営統合後の再編方針により、2010年4月1日付で、関東以外の店舗を分離した。残った店舗については、2011年4月1日に、伊勢丹と合併して発足した、存続会社は三越、株式会社、三越伊勢丹の運営となった。また、同日には、 札幌丸井米と札幌三越の両社も統合し、存続会社は、札幌丸井米、株式会社札幌丸井三越が発足している。三井家、三井財閥の元祖である、三井氷によって1673年、遠方元年江戸本町一丁目の仮棚に、越後屋三井八郎衛門を創業。1683年、天那三年には、駿河町、 現在の日本橋三越本店所在地へ、さらに営業を拡大させ移転。同時に、両外店を開設し、この両外店は、現在の三井住友銀行へと発展することになる。そして駿河町に店を構えると、江戸中に、札、広告を配り、下記のような当時では、画期的な商法を次々と打ち出し、当時富裕像だけのものだった五福を、 広く一般市民のものにした。五福店から百貨店への移行期の三越の広告は、時代の最先端なものとして広告史上を忘れては、ならないものとして語り継がれている。大丸のディオールサロンに対抗して、三越も、パリのオートクチュールメゾンと提携した。かつては、テレショップも手掛けていた。1970年、日本初の通販番組フジテレビの東京ホームジョッキー。 運営はディノス。1972年からリビング11に解消開始。この番組は1983年に終了するが、スタッフ、キャストがテレビ東京で三越一社提供番組レディース4を開始することになった。同番組は2012年から L4U と改題されたが、L4U は2017年3月31日をもって終了したと同時に、 三越はテレショップから撤退した。当初は全国ネットだったが、ネット局は年々減少していき、末期は関東ローカルのみでの放送となっていた。この番組のほか、ミニ番組、三越テレショップも1988年に開始されたが、こちらも2015年9月30日をもって全局終了した。商品紹介は、スタジオアルタのディレクターが担当していた。 三越テレショップ最終回を放送したテレビ局は以下の通り、オンラインショッピングは三越と伊勢丹、アイオンラインが別々にあり、提携サイトとしてティファニーのサイトも独立してある。三越と大塚家具は商品開発やホテルの内装を手掛ける建造事業などで協力する方向性を打ち出した。その手始めとして年間20億円の赤字を出していた。 新宿店南館を1999年7月に閉館し、同年9月10日、IDC 大塚家具新宿ショールームを賃貸入居させた。その際、三越が大塚家具にお乗馬客、上得意客を紹介し、その客が大塚家具で家具を購入すれば、紹介手数料を受けるという契約も結んだ。ただし、この紹介制度は一定期間しか有効ではない。 また、大塚家具は会員制を取っているので、一度目は三越の紹介扱いだったとしても、次からは大塚家具会員扱いになるため紹介手数料は入らなくなる。協調出店は吉祥寺店や多摩センター店でも試みられたが、あまり貫禄しい実績とはならず、吉祥寺店は両者とも撤退、多摩センター店は、 大塚家具が立川高島屋への移転という形で終了している。現在は新宿店南館で家賃収入を得るだけの関係だが赤字店舗をそのまま抱えるよりは良いという状況になっている。2000年よりジャイアンツフェスタを実施している。読売ジャイアンツの商標を使用してのセールには読売新聞社への商標使用の許諾料を支払う契約に基づいており、 期間中はお楽しみ袋やジャイアンツグッズの販売する権利を得ている。また、優勝パレードも日本橋本店前が起点で、銀座店を経由して、銀座八丁目白品館前までとなっており、開催にあたっては、日本テレビなどで告知するため、当日多くのファンが集まり、売り上げに貢献している。従来、巨人軍優勝セール実施店は、ごうと相場が決まっていた。 これは、そご東京店が1957年から、有楽町の読売会館に入居していたためだが、同社が2000年に経営破綻し読売会館から撤退。読売新聞社が代わりの共産企業を募集した結果、三越が引き継ぐことになったもの。その縁で、三越は、読売新聞社からプランタン銀座の株式の30%の譲渡を受けることにもなった。 プランター銀座も読売新聞社が筆頭株主で読売銀座ビルに入居しているのでジャイアンツセールを実施する。三越の実施店舗は日本橋本店、銀座店のほか、全国展開で小型店、ギフトショップや海外店、定携店の沖縄三越まで含まれている。ただし名古屋三越、広島三越等他球団のホームにある店舗では 他の催しに差し替えられることもある。広島三越は、広島東洋カープの優勝セールを2016年に実施している。2008年、三越伊勢丹ホールディングス設立以降、実施店は伊勢丹直営店にも拡大した静岡や関西では実施していない。なお、共産企業は、三越伊勢丹だけではない、口述。ビッグカメラは、 総合撤退後の2001年から読売会館に入居したため2002年からセールを実施関東新潟地区限定セブンアイホールディングスはスーパーの伊東洋華堂及びコンビニのセブンイレブン一部の店舗を除くでも2005年から実施しているが百貨店の総合を、西部では実施していない在の総合、西部と西部鉄道には 資本関係が全くないが西武百貨店が埼玉西武ライオンズのスポンサーのためライオンズセールが通例となっている。また伊東洋華堂とセブンイレブンはジャイアンツとライオンズの両方のセールを実施しているほか、地方の店舗では地元球団の優勝セールを別途実施している。2012年度は銀座、マロニエゲート、三菱寺所、栃木、福田屋百貨店、宮崎、 ボンベルタ立花でもセールは開催されたが、これらの各社は、読売新聞社との直接契約で実施しているもので、三越伊勢丹と提携関係があるからではない。日本橋三越の屋上には、三池の守り神である、三巡神社が祀られている。2008年に高級観光バス、三越伊勢丹プレミアムクルーザーを導入、三越伊勢丹旅行、デビュー当時は、 三越トラベルセンター主催の旅行などで使用する。この車両は2007年に開催された東京モーターショーで日野自動車が展示した参考出品車セレガプレミアムを営業に供しているものである。個別にテレビモニターも備えた革張りのリクライニングシートを備え、前後5列、横2席、乗客定員わずか10名、さらに後部にはトイレ、洗面所も備える。 贅沢な作りの車である。実際の車両管理、運行は東京や坂観光バスが担当。ナンバープレートは希望ナンバーで三越である32から54を取得している。公表のために2012年にも追加で導入され、こちらは KM 観光バスが担当する。2009年には通常の2から2レイアウトを採用する三越伊勢丹グランドクルーザーも登場。 東京や坂観光バスと IBS が担当する。三越では1910年、明治43年頃から、未接商や、新館完成予想図、支店、運転や、取扱い商品などをあしらった、包装紙を使用してきた。百貨店の包装紙は、どこも地味なもので、紙質も良いものではなかった。そこで1950年、昭和25年に、 クリスマス用に明るい放送紙を、と、井の熊玄一郎にデザインを依頼して誕生したのが、現在の放送紙、花開くと、三色の紙袋である。当時、三越の社員で、宣伝部に所属していた柳瀬隆氏が井の熊から、作品を受け取り、社へ持ち帰って、三越のレタリングを入れ完成た。当時、破格の報酬でも、話題となった。この画期的な包装紙花開くと、 三色の紙袋は大変好評となり、翌年の中元からは三越前店で使用されるようになった。紙袋は2008年、平成20年に異性丹との経営統合を機にデザインが付加されたが、花開くは現在でも全国の三越で使用されている。ただし、現在のロゴになってから数年間はブックカバーや箱物で別の青のデザインのものを採用していたこともある。 CM の最後のロゴ表示もそれを使用していた。1914年、日本橋本天津館の建設にあたって、日本の商業施設として、初めてのエスカレーターが導入。アメリカオーチス社製、45メートル、分20馬力、15キロワット電動機式で5機、設置された。初号機は木製だったため関東大震災によって、消失したが、現在は、 三菱電機が同スタイル、金色、丸ボディ、完全照明型の金属製で復刻したものが使用されている。同時にエレベーターもオーチス社のものを採用。今もスケルトンタイプの扉でのスタルジックな雰囲気を醸し出しているが、これは日本発ではない。日本発のエレベーターは1875年、王子製紙十場工場の荷物運搬用。 人が乗るものとしては、1890年11月10日、浅草両運閣、関東大震災により倒壊。百貨店では、1911年11月の白木屋、日本橋店で、運転はエレベーター防衛ーが行った、扉の開閉等が手動式で運転技術を必要としたため、 またエレベーターガールを最初に採用したのは1929年の松坂屋上野店だった。エレベーターの技術革新と人件費削減等の理由により、現在では日本橋高島屋などを除いて日本全国ほとんどの百貨でエレベーターガールは廃止されている。日本橋三越では今もエレベーターガールが常時配置されているが、6台のうち中央2台、 この二大主導であるのみと限定的な運用となっている。比較的遅くまで残っていた名古屋三越栄店でも2009年10月でエレベーターガールは廃止された。一方、高松三越では1996年に廃止したが、2011年3月開店80周年記念の期間限定企画として活した。1914年に 本店玄関に設置されたライオン像は、関東大震災や戦火を逃れ現在も、日本橋本店正面玄関に設置されている。ロンドンのトランファルガー広場にある法令所、ネルソン帝徳像を囲むライオン像がモデルとされ、英国の彫刻カメリフィールドが型取り、バルトンが鋳造したもので、制度性、完成まで3年の歳月を要し、イギリスの彫刻界でも相当な話題となる。なお、 全国各地の三越主要店舗にも日本橋本店のものを模したライオン像が設置されている。誰も見ていない時に受験生がライオン像にまたがる、または触ると志望校に合格するという言語次、知られている。閉店した店舗の像は倉庫に保管されているが、池袋三越2009年閉店の像は、三越と縁の深い見巡り神社に奉納された。 他に2015年日本体育大学世田谷キャンパスに寄贈された。ライオンは日体大のシンボルマスコットである。1930年昭和5年日本橋三越本店の大食堂に子供の好きなメニューを一つの皿に盛った巫子様洋食が登場した。そのメニューは富士山にかたどったライスにいちごジャムと卵のサンドイッチ、スパゲティ、ハム、コロッケ、 コンペイ島であった。ミコ様ランチの象徴でもある三越の旗を立てたのも、日本橋三越本店の大食堂が最初であった。現在でも日本橋三越本店の新館5階にある、大食堂、ランドマークで、お子様ランチとして提供されている。また、日本橋三越本店が発祥のため、三越、ランドマークでは、年齢制限は設定されおらず、誰でも注文することができる。 現在、日本橋三越本店の中央ホール2階バルコニーにあるパイプオルガンは1930年昭和5年に米国マイテウェルリッツァー社製の最新式を輸入し7階ギャラリーに設置されていたものである。電力によってそうする大子掛けなものでメインとソロの2種からなり全体のマグジは8.2メートル日本で唯一現存する 演奏可能な昭和初期製造のシアターオルガンでもあり、貴重な歴史資料として2009年、平成21年には、中央区民有形文化財に登録された。このパイプオルガンは、カトリック教会に設置されているものとは異なり、主に無声映画や演劇の伴奏などに使用された、シアターオルガンという種類に属するもので、ポピュラー音楽でもクラシック音楽でも幅広いジャンルの、 音楽を弾くことができるのを特徴としている。1930年当時の金額で35万米ドル、今の貨幣価値に換算すると約2億円である。まだ本格的なパイプオルガンが日本に数台しかない時代だったため大変な評判となり、社団法人日本放送協会では演奏を聴かせるラジオのレギュラー番組が組まれ、日本放送協会と三越の間には、 専用回線まで引かれたという。1935年、昭和10年の本館全館完成時に、現在の中央ホール2階バルコニーに移設された。パイプボックスには、パイプ以外の音源も装備されており、チューブラーベルや、鈴、ウッドブロック、大太鼓や小太鼓、さらには、鳥の声なども出る。オルガンやパイプには、もともと美しい金属装飾が施されていたが、 大東は戦争中に教室されてしまった。現在でも金曜日、土曜日、日曜日の午前10時、正午、午後3時の3回、オルガン奏者による生演奏が行われ、その早朝な調べは、日本橋三越本店独自の雰囲気を作る上で、書くことのできない重要な役割を果たしている。日本橋三越本店のパイプオルガンで、開店時に、 お江戸日本橋が演奏されており、三越のテーマ曲のような存在となっている。かつては、同曲のオーケストラによるアレンジ版が、テレビ CM などで流れていたこともある。このオーケストラ版は1951年12月31日、ラジオ東京、現、TBS ラジオで開始された、番組、三越文学論の宣伝用に制作されたもので、 地方では1954年7月13日より、長州エリア内に仙台店がある東北放送ラジオの朝の百貨店案内の中で流され、それ以来1989年12月末までの約35年間、同番組内で流れ続けた。三越広報資料室によると、これは同局のテレビラジオにおける使用期間としては最長記録である。2016年度。 天物売上高も吹き、2010年度から直営は関東だけになった。さらに2011年4月1日には、株式会社三越が株式会社伊勢丹を九州合併して発足した、株式会社三越伊勢丹の運営になった。なお、2017年3月の千葉三越閉店、口実をもって、直営の百貨店店舗は東京の2店舗、日本橋、銀座のみとなった。 2013年度から中央三越伊勢丹 HDS による企画統制に変更された。これは都市部では生活行動権が狭くなり、一方地方部では百貨店空白エリアが広がった現状に対応して市場開拓を行うたで情報、ノウハウの共有化を図る狙いがある。中期目標では店舗面積50から200坪クラスの店を 新規出店数150から200店、売上高500億円規模、営業利益25億円以上を目指している。店舗のタイプは3種類で、外商拠点を兼ねた従来型のサテライトイコール、三越、中分類切り出し型イコール伊勢丹ミラー、アウトレット店などとなっている。HDS 参加の三越系列、本来、日本の百貨店は、チェーンストアと異なり、 本部集中仕入れはせず、各店舗が独立して運営する形態のものだった。1970年代、総合スーパーの台頭に対抗し、三越も中央仕入れ機構、三越ジョイントバイインググループを主催、一般向けには、単純に三越グループもしくは三越提携店と呼ばれていた。業務提携内容は以下の3本を柱としていた。 三越の系列店政策は同じ市場で競合しないための紳士協定的多百貨店グループと重複加盟をしない排他的な要素が強く三越は札幌、仙台、高松、松山には古くから直営店を出店していたためこれらの都市を本拠とする地方百貨店の参加はなかった戦略的拠点と位置づけられた一部の地域では資本を注入し 直営化を図った例もあるが、基本的には加盟店の自立を支援し、従来からののれんを残したケースの方が多い。このスタンスは、ネットワーク拡大を優先し M&A を仕掛けた大英やセゾングループとは大きく異なるものだった。しかし、1990年代には、日本百貨店協会の全国百貨店共通商品券が登場し、協会加盟百貨店であれば、 どこでも商品券が使えるようになり、グループに加盟する意義の一角が崩れていくことにな。また、三越自身が1995年に大丸と上記に挙げた3本の業務提携を行ったり、2000年には高島屋と物流、情報システムや用土品の共同購入を行ったり、現在はどちらも提携解消したことによりグループの再編は加速した。 2008年の三越伊勢丹の経営統合により、伊勢丹が中心になって主催してきた ADO に加盟する企業もあったが、三越提携の地方百貨店という概念は沖縄三越以外に存在しなくな、故障も使用されなくなった。1970年から1980年代の三越グループ加盟店は以下の各店。他に大沼ガードのまま、 三越と提携していた時代があった。2018年4月現在、全国の三越が NCR 制から富士通制に戻している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。